猫の目さんおはようの。おはよう。元気？ベッキーさん、ワドツン。はい、ワドツン。おはよう。猫の目さん、よう寝たわ。よう寝た？うん。いいことだ。クラリネットは嘘をつかないさん、10倍、横顔イケメン。ベッキーさん、メルカリでコンビンの作品はすごい値段になってるな。あ、そうなんだ。へえ。プレミアついてるんだ。まあ、いいものはね、いつの時代作られたものでもね、新しいからね、いいものはいい。ベッキーさん10倍パチパチ。10倍だ、ありがとう。猫の目さん10倍のの星パチパチパチ星。なお茶さん、俳優さん探してるんですか？スタッフさんをまず探しますね。スタッフさんと、スポンサーさんを探していて、で、俳優さんもまあ探してはいますね。はい。で、俳優さんに関してはまだ先かな。来年なんで撮影始まるのは。まずはとりあえずスタッフさんからですね。あとスポンサーさん、この2つが集まらない限り俳優さん探しても意味がないんで、まずはだからチーム和ド組、あの映画を撮影するクルーのことを組っていうことは日本でよく言うんだけど、和ド組を今作ってますね。なお茶さん、ふわっちに俳優さんいるにでコンタクト取ってみればいいかもですね。いろいろ揃ってからでしょうが。あのね、正直言うとね、あの俳優さん困ってないんですよ。あの出たいっていう人がかなりいるんで、俳優さんはそんな困ってないですね、正直言うと。あのもう人手足りない、誰かにお願いしますお願いしますっていう感じではなくて、あのまあやりたい人いたらいい役ね、あの考えて脚本作ってこうかなぐらいでまったりやってますね。なので今困ってるのはスタッフさんですね。集めないといけないのは、出たい人は多いんですよね。普通逆なんだけど、ブッキングするのが本来大変なんだけど、まあ配信者やってるからっていうのがでかいんだろうな。奥様さん、西新宿5丁目カニ道楽行ってた。1回だけ行ったことありますね、カニ道楽。
奥様さん、堀ごたつね。うん、堀ごたつだったかな。どうだったかな。松大さん、お札を3個プレゼントしました。ありがとうございます。奥様さん、カニ道楽意外と高いわよね。あ、カニ道楽高いよ。一回だけランチに行ったことがあるかな。ベッキーさん、カニ食いて。なあ、カニ食いたいね。竹さん、おす。こんにちは。週月リリさん、カニ道楽ね、お昼なら安いのもあるね。おはようございます。おはよう、リリ。1位のまま逃げ切るのやっぱり難しいな。今何位だ。7位か。抜かされちゃったな。カニ道楽お昼だと2500円とかあるかな。竹さん、何で泣きそうな顔してんの。週月リリさん、だよね、頑張ろうぜ。頑張ろうね、頑張ろうね。竹さん、らしくねえな。僕ダメ人間さん、よはどう。こんにちは。週月リリさん、質問あるんだけど、オーディションの決戦って今のポイント持ち越せるの。ね、前イベントによって持ち越せるか持ち越せないか別なんだけど、今回は多分持ち越せるような感じだと思うよ。あのね、一回持ち越せないイベントがあって、ふわっち内でクレームがすごい多かったので、そっからね持ち越せるようになってるから、俺も規約読んでみたんだけど、読んでみようか。規約持ち越せると思うんだよな、今回何も書いてないから。中月リリさん、読んで読んで。ちょっと待って、今見てる。書いてないんだよね、ポイントの持ち越し。多分持ち越しだね。多分持ち越し、多分ね。まあ、どっちにしろ予選通過しないとダメなのは事実だね。僕ダメ人間さん、リリトワドはセクロスしないの。多分持ち越しだと思うよ、書いてないから。一回揉めたんだよ。
ベッキーさんすら持ち越した方がいいよね。それで一回ね、なんであんなに爆投げしたのに予選の時のポイント消えたんですかってね、あの花火師さんが怒ったことがあったんだよね一回。で俺らもクレーム言って、週月リリさんオーディションまでは通過可能だと思うけど持ち越せるかどうかって結構影響あるから、ね、影響ある。まあ持ち越しだね、持ち越しだと思うよ、書いてないから持ち越しだと思います。ほぼまあその事件があったからずっと持ち越しなんで、書いてないってことは持ち越しだろうね。大丈夫。竹さん滑舌直してくれ。秋月リリさんお札をプレゼントしました。奥様さん、春に晴れた日に新宿中央公園でよくランチしたな。サンドイッチ買ってね、シートを敷いてね。竹さん、それと笑顔が本心じゃないよ、ワドちゃん。秋月リリさん、お札をプレゼントしました。クラリネットは嘘をつかないさん、今日1111の日や。本当だ。竹さん、どうぞ神様。ありがとね。ベッキーさん、ポッキーの日。アイスさん、お札を3個プレゼントしました。ありがとう、アイスさん。竹さん、ほら神様よ、これが欲しいんだろ。クラリネットは嘘をつかないさん、これまだ予選。今日までだね、今日まで予選で、予選通過しないと本戦いけない。奥様さん、新宿中央公園、あそこ良いわよね。晴れた日は気持ちが良いねえ。竹さん、はどう？いいよね。封印します。秋月リリさん、てか本当は今日はスロットのお客さん多い日だよね。スロットのお客さん多い日。ベッキーさん、昔パチンコを行ってたな。うん。秋月リリさん、お札をプレゼントしました。ありがとう。ベッキーさん、都会出ない、出ない、出ない、出ない。新宿なんかひどいよ、本当に。まあ、土地代が高いからしょうがないよな。クラリネットは嘘をつかないさん、何かの作業中かな？何も作業してないよ。農作業だね。ベッキーさん、田舎だと結構儲けてたのに。まあ今ね、パチンコの時代じゃないよね。パチンコスロット下火だからね。奥様さん、オフィスでボテ、まだ店舗あり。わからないですね。秋月リリさん、スロットは換金率を重視です、私は。
ッキーさん、てかアニメ制作会社のマッドハウスはいい作品多いの。ありがとう。マドさんのポイント持ち越せるの信じてアップル。ありがとう、リーちゃん、ありがとう。ベッキーさん、リリさん、ナイス。マッドハウスの作品どうなんだろう。俺は監督で選ぶかな、制作会社で選ばないかな。うん、監督で選ぶかな。例えばなんだろう、まあいいねアニメーション作ってる会社もあるんだけど、高畑勲の作品と宮崎駿の作品を全くね一緒にしてもしょうがないし、うん、監督で選んだ方がいいと思うよ。監督によって作り方が全然違うんだよね。俺は監督で選ぶかな。ベッキーさん、そっか、これから監督注意してみる。うん、作家性を監督で作品を見るようになるとすごく面白い。あの時系列ができて、この時のこの初期作品とか中期作品、後期作品で変わるんだよね。今日の最終順位がまた上がればかなり期待できるよね。そうだね、やっぱちゃんと俳優狙うんだったら1位通過しないとダメだね。今日1位通過しないと、うん、3グループ統合されるわけだから、トップ20人全部で争うわけだから、最低でもやっぱ予選1位通過しないと難しいだろうね。マドサーの早トーク好き。あ、やっぱ宮崎駿さん、僕の心の師匠っすね、本当に。あのやっぱり駿さんから学んでいかないとと思ってますね。大好きですね、僕は宮崎駿。秋月リリさん、監督やるなら俳優経験も大事だからね。大事、すごく大事。ベッキーさん、何位まで俳優できるの ?1 位だけ。1位、2位が主演かな。主演っていうか、まあメインの脚本で、ちょっと待ってね。っていうか、みんなあれだね、運営のお知らせ見ないんだね。まあ60人で、まああの病院とか何々とか3つグループに分かれてて、その男女各60人ずつで争うの。ベッキーさん、一緒にお払い投げよう。で、男2人女2人が俳優、男2人女2人が俳優でメインキャストね。要は2人までがメインキャストで、3位がルーニーさん、お前ふわっち引退したんちゃうんかいわら。3位がメインスタッフかその他の役だから、まあ2人だね。メインキャストに入りたい場合は2人。うん、ワード2ロビー、おはよう。あ、延長するんでアイテムお願いします。延長したいんでアイテムお願いします。おはよう、みんな。タカさん、お札をプレゼントしました。アイテムありがとう。ベッキーさん、1位と2位か。そうだね。奥様さん、映画館で上映するの。うん、映画ではない。リリさん、DVD だね。たまにしか投げれないけど、ぼちぼち投げるよ。ありがとう。ぼちぼち投げて。秋月リリさん、各枠からそれぞれ20人ずつ合計60人出て、その中からメインやサブ入れて、たったの10人弱。まあまあ、映画だったらそんなもんだよ。男女、メインの役が4人です。うん、まあまあ、10人弱、それくらいだろうね。演者が多くなると、あ、脚本が大変になるから。DVD ですね。TSUTAYAとかで販売とかレンタルされます。
お正月は皆さん霊媒師投げてください。総合までだね。総合っていうか男と女で分かれるから。星ロビー、うん、星さん。ありがとうロビー、ありがとう。週月ありがとう。あちゃん、おはよう。皆さん霊媒師お願いします。ライムさん、お札を三個。ライムさんありがとう。ちょっとね、本当に俳優はやってみたいんで。そんなんやからライラに小バカにされるねんわら。あちゃんさん、おはよう、リリちゃん、ベッキーさん。いや、俺はやっぱ1位か2位でメインキャストやってみたい。メインキャストじゃないとセリフがつかないんだよね。要はエキストラ扱いだから、うん、1位か2位だね。匿名取り氷窟さん、お札を3個プレゼントしました。匿名取り氷窟さん、お札を3個プレゼントしました。そうそう、奥様さん、東方学園。匿名取り氷窟さん、お札を3個プレゼントしました。竹さん、俳優とかよくやりますね、ほんと。奥様さん、沖縄のお店ってまだあるの？沖縄のお店何の話？あ、あるよ。まだある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 。サーターアンダーギー売ってるところでしょ。週月リリさん、あるある。延長のもみじ投げようとすると上限になってるので使えません、うん、となり。あのね、もみじは延長アイテムがもらえるんだけど、あの大手さんが有利じゃん、閲覧多いから。だから、あの1人あの延長チケット10枚までって決まってるの。無料アイテムのやつは。だから俺はすぐ集まっちゃうね。お札10倍ありがとう。お札を3個プレゼントしました、うん、ありがとう。星ロビ星さん、モデル上がりの俳優は棒読みで見てられないわ。ベッキーさん、ね、10倍パチパチ。あー、ありがとう。花火ありがとう。延長します。ありがとうございます。匿名さん、ありがとうございます。ありがとう。花火ありがとう。ライムさん、いつもありがとう。ライムさん、ありがとうね。ベッキーさん、花火ナイス。ナイス。ありがとうございます。週月リリさん、ライム様、ありがとうございます。モデル上がりは俳優やるべきじゃないよね。あのアメリカとかだと俳優がモデルやったりとか、モデルが俳優やったりとかやらないんだけどね。俳優は俳優なんだけどね。みんなで行ったわよ。海ぶどうソーキそばラフティ、うん、ラフティ。奥様じゃあこの辺に住んでたんだ。そうだね、セリフ付きの役になりたいですね。週月さん、ありがとうございます。霊媒師ありがとうございます。セリフ付きでやってみたいかな。うわー、すごい。10個ありがとう。ありがとう、ありがとう。ロビーすごい、ありがとうございます。ロビー応援ありがとう。今何位だ？奥様さん、仕事で通っていたのよ。あ、そうなんだ。この辺が仕事だったんですね、奥様。ご丁目。ベッキーさん、10個ナイス。ナイス。ありがとうございます。ランキング上がったかな？まだ5位には入れないか。昨日1位だったのに。週月リリさん6位。おお、6位に上がった。ありがとう。あと5人だ、上に。あと5人。いけるかな、うん、1位通過が目標かな。あちゃんさん、ニコニコかわいい。うん、週月リリさん、今朝のうちに1位に復帰させようぜ、みんな。ねえ、1位通過したいよね。
欲が出てきたね欲が出てきた。昨日1位だったから。記念に残るもんね。アメリカ人のやつ見た？あの、リスナーとしても欲が出てきた。あの前回のさ CM のジョーカーっていうアプリあんじゃん、ゲームの。それの CM にあのフワッチの優勝したやつとかなれるんだけど、ちょっとありがとう。前回の特典の CM これなんだけど、友達のアメリカ人が出てんの。これクソ笑うよこれ。ちょっと待って、これね何回見ても笑うんだよね。ちょっと待ってね、何回見ても飯うまなんだよね。これが前回の得点。笑うでしょ。じわるよね。顔パンパンなのアメリカ人。これが前回の得点、1位になったら CM 出れますよっていう。これ笑うよな。わかんない、何枚出すのかはその会社だからわかんないけど、まあ普通に売れたらどんどん枚数上げていくと思うよ。まあレンタルと販売やるって書いてあるけど、それは売れ行きによるんじゃないの。増産はするんじゃん売れたら。まあでも今 DVD そんなに売れる時代じゃないからね。最初のロット1000枚ぐらいじゃないの。ベッキーさん、あの人もう少し痩せてなかったから。いやこの頃一番太ってたの。奥様さん、配給はどこ。配給はどこなんだろうね、わかんない。あの俺運営さんに聞いて奥様。契約書には作るのは有限会社東映堂エンターテイメントだって。東映堂エンターテイメント、有限会社東映堂エンターテインメントで、新州呪いの動画伝説ドラマ、カッコ仮、タイトルは。星ロビ星さん、芸人からの俳優はなぜか上手い人いるよね。あ、演技、あ、まあまあ多いね。あの、わかるわかる。ただ俺ココリコの遠藤の棒読み演技好きだけどね。俺は夢ドリーマーですよ。33になっても夢を諦められない男だから、東映堂エンターテインメントだって。あれだね、動画をホラー系の動画を作ってる会社だね。秋月リリさん、まだまだ若いよ、夢は叶えられるよ。うん、頑張る。制作会社だろうな多分。あの会社のホームページ見てる限りだと、制作会社だね。あちゃんさん、男性の33歳はまだまだ若い。そうかな。奥様さん40、50、60になっても夢を追いかける人もいますからね。もともと放送作家やってた人だから社長が、だから制作会社だね。下北沢に会社あるんだ。多分下北で撮影だろうな、本読みの打ち合わせと。
星ロビ星さん、学園もので学生服着る設定でもやる。W2 年目とどこまで違う設定まで演じれる自信ある。俺は学生とか若い演技は無理だけど、結構幅は広いと思うよ。演技はあのね、一番やりハマるのはね、多分サイコパスの役だと思うよ。サイコパスの変態殺人鬼とかやったらめちゃめちゃいい絵撮れると思うよ俺。秋月ギリさん、映画監督で感動的な映画とか制作できたら最高だよね。俺感動ものあんま、あんま作んないと思うけど、自分ではサイコパスの殺人鬼の役やりたいかな。秋月ギリさん、あ、そのサイコパスめっちゃ似合うかも。うん、自信ある。星ロビ星さん、なんかわかる、わらわらわら、なんかわかる。奥様さん、これね、ヤスくんの紹介で始めたのよ。同期よ、住まいはすぐ側なんだけどね、でいろいろ見ていた。ヤスくんって誰だろう。これっていうのはフワッチのこと。秋月リリさん、無慈悲な笑顔で人を切るみたいな。そうそう、そういうこと。そういう役ね。あとはまあ2枚目俳優だから、まあ恋愛とかかな。奥様さん、そうそう、品川のやすくん。品川のやすくん誰だろう。秋月リリさん、めっちゃ似合うな。そうそうは全然名古屋だもん。ベッキーさん、そうそうさんじゃない。そうそうは名古屋。ミングックさん、こんばんは。あー、ミンクさん、どうもどうも。なんかね、ツイッターありがとうございます。なんかね、ミンクさんね、気になってフェイスブック申請飛ばそうと思ったら、フェイスブックがなんかなんとかページだったから、あの友達申請できなかったからあれでしたね。なんかいいねしか押せなかった、すいません。ありがとうございます。奥様さん、安品がこいつ、あー、わかんないな。安さんツイッターのこれアカウント、安さんちょっとわかんないですね。ミングックさん、ありがとうございます。うん、ちょっと友達申請したかったんですけど、あ、知らないですね。品川のやすさん絡みないですね。何やってる人なんだ。秋月ギリさん、和戸さん、 DM ありがとう。うんうん、秋月ギリさん、お払いありがとう。お払いしました。さんはなんですか、写真家なんですか。アーティストで写真家なのかな。なんかすげえセンスあって、結構ツイッターとか覗かせていただきましたね。撮影依頼って書いてあるから写真かな。多分写真家だと思うんだよ。写真めっちゃうまいから。モデルの方です。あ、モデルさんなのね。お綺麗だもんね。あ、モデルなんだ。うん、そうなんですね。お綺麗ですもんね。奥様さん、写真って難しいぞ。写真楽しいよ。ベッキーさん、その十数枚よね。もうドハマりしてるよ。アールグレイ、アールグレイ生まれて初めて飲んだけど、もう香りが。秋月さん、素敵ですね。モデルなのですね。すごい綺麗な人だよ、インクさん。あちゃんさん、モデルさんすごい。ベッキーさん、それめっちゃ飲む。これ美味しいよね。あ、モデルさんなんだ。あ、撮影依頼ってそういうことか。モデルとしてってことか。
なるほどね、そういうことか。週月リリスさん、あちゃん、お払いしよう。あるぐらいハマってる。あちゃんさん、あるぐらいハマってますね。ちゃんとしたあるぐらいも飲んでみたい。俺ね、鼻の香りがするのが苦手なの。ミングックさん、ワドさんには、うん、太郎さんの写真展でお見かけしました。そうだったんですね。ごめんなさい。あの僕、あの社交辞令とか嘘つけないんで、全然わかんないです。誰かわかんない。うん、どの人だろう。お見かけありがとうございます。はい、すみません。ミングックさん、お声かけれなかったです。あ、声かけなかった。お白び星さん、急に停止線を現れた。気まずいじゃん。気まずいじゃん。あちゃんさん、反応 W わらわらわら。金城武にそっくりでしたよね、多分。僕、実物は。よく言われるんですよ。妻夫木聡とか、あの金城武とか、竹野内豊とか。クリソツジュノンボーイなんじゃないかっていう噂ですよ。星さんやめなさいよ、わらわらわら。いやいや、聞いてこないよ、生で見たことあるんだから、ミンクさんに、うん、よく週月リリさん、よく言われるよ、以上する、よく言われるよ、あ、すいません、ちょ、声かけてもいいですかって。ジュノンボーイの方ですよね。あ、ごめんなさい、僕ジュノンボーイじゃないんです、和道です。あ、そうなんですね、ごめんなさい、間違えました、ジュノンボーイかと思いました、うん、あ、似てないんだ、あ、そう、うん、目腐ってんな、うん、ミングックさん、そう思ってお声かけれなかったわ。そうですよね、そうですよね、やっぱりモデルをされてるってことはやっぱね、分かるよ、ね、金城武史がいるってなったんだ、多分。全然絡んでください、全然。どこかでお会いしたら。ピースさん、お札を参加プレゼントしました。お札ありがとうございます。匿名取氷窟さん、お札を参加プレゼントしました。お札ありがとう。週月リリさん、閲覧してる方々へお願いなの。和田さんにお払い1回ずつでいいからしてね。あ、お払いぜひよろしくお願いします。ミングックさん、お札をプレゼントしました。 あちゃんさん、うん、お払いアイテムなくなっちゃった、なくなっちゃった、今何位、6位か。奥様さん、役者さんやるの、役者やりたいよ。このお払いアイテムっていうのが、あの役者ができるかどうかの、しし、お札と霊媒師アイテム、お払いアイテム購入できるよ。そう、1位取ると役者ができるの。役者やってみたいな、一回ね。役者やりたい。名演技を見せてやりたい、みんなに。俺の。週月リリさん、監督やるならまずは役者からだよね、経験しないと。役者はね、人生で一回やってみたいなと思ってたからやりたいね。ね、奥様さん、へれ、大変そうね、役作りとかセリフを覚えたりとかね。役作り、俺ひょい型だから多分いけると思うんだよね。もう見たけどな、名演技、名演技で、いや何でもできるよ俺。ホラーやってみる、ちょっとホラーの演技やってみる、ホラーの演技やってみようか、ちょっと練習する、練習する、ホラー、ちょっと待って、準備するわ。何が必要だ、小道具は何が必要、
道具がないね。小道具がないよ。あれどこ行った？奥様さん、セリフとか失敗したら監督さんに叱られる世界だね。ベッキーさん、あんなった。ベッキーさん、怖い。完璧だったね、今。びっくりした。あちゃんさん、何何どうしたの？星ロビ星さん、コメディーや、わらわらわら。採用だね、これ。あちゃんさん、食器洗ってたら突然びっくりしたわらわら。監督はどやしゃりとかあんまイメージないかな。監督って結構そういうイメージついてるけど、そこまでやる人ってあんまり今いないと思うよ。監督とかって結構なんかね、カメラマンとか音声さんとか、ああいう職人系の人が内輪で怒鳴り合ってるイメージかな。なんかミスにうるさいのは多分職人さんだと思うな。演出家の人が演者さんに切れることあるかもしれないけど、監督でそんなにあんまり怒鳴ったりっていう人いないと思うけどな。関係崩れたら撮影がね。星ロビ星さん、でも今の演技はどやされるような。今のは怒られる。台本でパーンって叩かれる。お前舐めてんのかよっつって。奥様さん、監督、普通。どうなんだろうね。道具出すのめんどいさん、横顔かっこいい。ありがとうございます。横顔の和道ですから、なんて言ったって。道具出すのめんどいさん、ロンパリが見えないから。あ、ロンパリ補正ね。ロンパリって目が離れてる人のこと言うんじゃないの。奥様さん、人に見せるお仕事は大変そうね。まあでも配信者はね、人に見せる仕事さ、仕事だから、まあカメラ回っても全然緊張しないかな。人前で緊張するっていうことがあんまりないかな。匿名取表口さん、お札を3個プレゼントしました。ありがとう、ありがとう。
奥様さん自分が商品だもんね。うん、ほんとほんと自分が商品だね。星ロビ星さん、松本人志の監督映画は理解できる範囲を超えてくる芸術家の要素が入ってる気がする。あれはね、業界の人が見ないと分かんないかもしれない。あのね、松本人志の大日本人で、あの大日本人になる前にさ、入りますっていうシーン分かる？入りますって言ってから変身するの分かる？分かる人いる？今のシーン、あれって何のことか一般人見たら分かんないでしょ。入りましたとか言う、あれって業界の人向けのギャグなの。あれは、あ、そのシーン覚えてる人いる？大日本人で、奥様さん、あ、その映画見たことある。そのシーン分かる？奥様、入りますっていう、入りましたとかいうシーンあるの。あれって何かっていうと、あのカメラマンさんとか音声さんがカチンコが、はい行きます、5、4、3、2、カチンってなった後にカメラが回ったよとか音声が回ったよって意味で入りましたっていうの、あれをやってるの。だからその内輪向けのギャグなの、あれって。だから分かりづらいんだよ、ね、そうそうそう、あの同業っていうか、その撮影現場に入ったことある人だったら薬ってくるギャグなの、あれは。いや、完全に内輪向けのギャグなの、あれは元ネタが。入りますとか入りましたっていう、要はカメラ回ってますよっていうのを監督に伝える、それをなんかもじってるギャグなんだよね。奥様さん、あの映画はウェルワカメ食べてるのが印象的でした。大日本人が一番好きかな、面白かったな。腹抱えて笑ったもんな。最後宮川とか出てくるのがすげえ面白かった。宮迫とか宮川がやりたい放題やってるのすっげえ面白かった。あ、なるほどなって、この人やっぱコントやりたいんだなって、映画っていう舞台でただコントやってるんだって。星ロビ星さん、サヤ侍も笑ったな。だからね、サヤ侍が完成形だと思うよ。あのなんて言うんだろう、あの一般人に分かりやすく映画っていうスキームでコメディやるっていう、お笑いやるっていう、あの大日本人とね、あのなんだっけ、シンボルはね、ちょっと分かりづらかったっていうか、シンボルは完全に下ネタなんだよね、あれ、うん、ありがとう、延長するんで相手もお願いします。ちょっとね、松本人志はあの浜田がいないと暴走するっていうか、分かりづらくなる傾向にあるから、俺は好きだけど、多分一般人受けはしないよね。あ、まああれは映画っていうよりもまっちゃんのコントだと思って見た方がいいと思うよ。
奥様さん、バトルロワイヤルはあれも見たけど、あの映画は怖かった。俺ね、藤原竜也の演技大っ嫌いなんだよ。ね、俺それの原因が俺バトルロワイヤルだと思ってて、藤原竜也演技うまいんだけど、あれ舞台俳優の演技なの。要は舞台俳優ってでっかい会場で遠くにいる人の演技だから、声を張ったり表情とかオーバーなの、リアクションとかが。だからあの俺藤原竜也がやる、あのどの映画でもやる、なんでなんだよとかいうやつやんじゃん、どうしてだよっていう、あの演技大っ嫌いなの。あのね、マイクの音声さん拾えるからっていう多分こうやって音声さんこうやってうっさってなると思うの、うっさあれはね、なんか映画の演技じゃないんだよね、藤原竜也。ギャー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 わめくんだよね。嫌いだな藤原竜也。あの舞台で見たら超うまいと思うんだけど、映画でそれをやられるとっていう、全部持ってくから臭くなるんだよね。お白火星さん、大嫌いの割に似てる、わらわらわら。いや嫌いなんだよ、あれは舞台でやる演技なんだよ。どうしてだよ、なんでだよ、なんでだよギャグ漫画じゃねえんだからよ。お白火星さん、わらわらわら。わかるでしょ。でも俺が監督だったらさすがにパンってやるかな、おいっつって、その臭い演技やめろっつって。ベッキーさん、そういうことか、オーバーだと思ってた。あれはもともと藤原竜也が舞台の俳優だからああなっちゃうの。でも周りの監督が指摘しないのは良くないよ。あれ遠く一番最奥にいる観客にもリアリティがあるように演技するの。要は舞台と観客の距離感の問題なのね、あれって、演技のやり方が。でもその例えば俺が演技指導するんだったら、そう、なんでだよとか、どうしたんだよってやらさないで、なんでだよってやらせる。そのマイクが拾えるから、ここに近くて、おい、なんでだよってやらせる。それで伝わるのよ、カメラも寄るし、ここまで。その方がリアリティがあると思う。あれはしかも毎回使い古されたパターンしか持ってないから、うまいんだけどそれやるかみたいな、ちょっとあの演技に頼りすぎてる部分があるよね。なんかうまい俳優さんだけに監督側の問題なんだよな、あれは。もったいないなって俺は感じるかな。お白火星さん、毎回演技は同じに見えるね。うん、まあ武器の一つとして持っとくのはいいんだけど、俺はあれを、ベッキーさん、やだ、もはや藤原竜也といえばっていう注文なのでは。いや、あんまり考えてないんだと思うよ、監督とか。その要は大御所だから藤原竜也が言える人がいないんだと思う。要はこだわりないんだよ、あの制作人の問題だね。要は大御所だからっつって、その明らかに間違った演技やっちゃってるのに言えない。奥様さん、菅野美穂ちゃんとか、うまいね、後工藤由紀さんとか、菅野美穂うまいね、お白火星さん、ありがとう、延長代ありがとうございます、ありがとう、サンキュー。ロビーから花火いただきました、あざーす、延長します、ロビーありがとう。なんかそこは難しいんだよな、さじ加減というか。ベッキーさん、花火パチパチ、花火パチパチありがとう。すごい難しい、デリケートなところなんだよな。その声の演技っていくつかあって、声とかその表情とかリアリティとか、まあよく説明するんだけど、日本のドラマがなんでダメになったのかっていうとね、例えばさ、女の人が
女の人が主人公とかを殺しますっていうシーンの例えなんだけど、いくよ。たかし、たかし、なんで私がたかし、なんで私が拳銃向けてるかわかる？あなたが浮気したからよってこういうドラマばっかりなの人を殺そうとする人が自分が殺す理由を言う？意味、よくよく考えたら意味が分かんないでしょ。たかし、私のことを捨てたのねってこれ演技でも何でもないの、その脚本の問題で、その不要なセリフが多すぎるんだよね。そう、アニメとかだったら、漫画とかならいいのよ。漫画は観客にその設定を伝えないといけないから、そうさりげなくやる分には違和感がないんだけど、漫画とかアニメの作り方と実写の作り方は違うのよ。わかるでしょこれ。日本のドラマ全部説明をするのだからね、それがね俺は嫌だなっていう。自分の映画からは極力排除しようと思ってるけど、本来はそれを顔で演技するのよ。例えばその初めて人を殺す殺し屋のシーンだったら、その手をこう震わせたりとか、わかる？セリフに入れるんじゃなくて、動きにこう銃口をカチャカチャやってこういう演技をさせるって、これで素人だってわかるじゃん。とかその早く打つ描写を入れて、そのこなれてるとかを絵で見せるのが普通なの、海外とかだと。それが本来の演技なのよ。演出とか演技なんだけど、そのパーンって打った後、初めて人を殺したとか言うのよ言うか？ベッキーさん、見る側が察しが、リアリティじゃないじゃんこれって。殺しちゃったよ、ベビーダノンさん、初めて人を殺したとか言うの。そんなこと言わねえだろ。うん、原作漫画付きの実写はどうなるの？だから原作漫画の実写がうまくいってないのはそこよ。要は脚本を変える人とかがセリフを転換させたり、ここは演技でやりましょうっていう風に変えるのが普通なんだけど、あの日本の映画が落ちてるのはここ。あの漫画の原作通りにやっちゃったりするの。星ロビ星さん、うん、藤原竜也は不必要なくらいガクブルで器ら。だからね、ここなんだよな。だから要はその漫画がなんで過剰説明をするかっていうと、コマの関係だからの。あのでも動画って全部見せられるわけじゃん、その動きがつくわけじゃん。あと絵じゃなくて人だから表情も豊かなわけよ。だからその部分でやればいいのにっていう部分はあるよね。例えばご飯食べてまずいって言わなくても、まずい顔をするだけでまずいって伝わるのよ。美味しいって伝わるわけじゃん。だからセリフじゃない演技っていうのが本来の演技なんだけど、それがね、なんか役者を信用してないっていうか、観客を信用してないからこうなるんだろうなっていう。俺はそういう風に感じるかな、今の映画を見てて。で、自分の映画には極力それは入れないようにしようと思ってるね。言わせるんだったら、あの他のキャラクターに言わせた方が自然なんだよね。例えば撃たれた後にそう警官とかが来て、ああこれは初犯だなとか言わせた方がかっこいいんだよ。こいつ全然的外れてるだろう、初犯だなとか言わせた方がかっこいいじゃん。そう、犯人が俺が初めて人を殺したとか言わなくていいの。不自然でしょ、殺した人間がその自分が殺したっていうことを独り言で言う言わないでしょ。星ロビ星さん、見る側の捉え方で終わり方が何通りもできる作品は少なくなった。そうそうそういうこと、そういうこと。要は全部説明してるから。要はね、簡単に言うとね、観客を信じてないんだよ。
監督が。そうにどうして解釈がいくつもあるかっていうと、要は観客のリテラシーを信じてるからそういうことができるの。だから深読みができなくなってるんだよね今の作品で。そう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 、ロビーすごいいい指摘だね。俺が言ってんのそういうこと。捉え方がいくつもあっていいんだよ。それが映画なんだから。それがドラマだし。何考えてんのか分かんないぐらいちょうどいいんだよ。星ロビ星さん、さてお弁当作ってきます。うん、また美味しいお弁当作って。ロマンス姫さん、お札をプレゼントしました。ロマンス姫さん、お札をプレゼントしました。ロマンス姫さん、お札をプレゼントしました。
マスク新しいの作ってんだよね。乾燥したかな。溜まったかな。だんだん固まってきた。奥様さん、外資の配給会社で働いている知人に聞いたら、年収は1000超えだけど、切られてもそんなに退職金は出ないって聞いた。あー、まあ退職金出ないかもね。うん、そうかもね。いいかもしれないな。ちょっと鼻のところが開いてるかな。ベッキーさん、それ何？マスク。定期的にマスクよく作ってるんだけど、新作を作り始めてるね。タクカイアットはドカンタクマネージャーさん。タクミさん、おはよう。おはよう。ベッキーさん、映画で使うの？いや、趣味。映画では使わない。奥様さん、外資はお給料は良いけれどね。ベッキーさん、粘土？粘土だね。粘土だね。粘土。ベッキーさん、今日のんちゃんを家？のんちゃん家だね。最近ね、のりこはもうずっと家だよ。のんちゃんが飼ってるペットの件でね、いろいろ俺とのりこで話して、まあ3日に1回ぐらい遊びに来るペースで会おうかって言って、3回のんちゃんは自宅に帰って、で3日間いて、まあ1日ぐらい泊まりに来るぐらいがいいんじゃないっていう、そういう感じでちょっと家族で話し合って、うん、寂しいけどね、のりこがいないと。ベッキーさん、そうなんだ、なるほど。うん、やっぱね、1日2日空けるとペットも寂しいじゃん。だご飯はちゃんとあげてるとしても、やっぱ遊んであげないといけないしさ、のりこ自身が。
ベッキーさん、のんちゃんが飼ってるのね。うん。ベッキーさん、ペットの死に目に会えなかったな。うん。ベッキーさん、仕事なんて休めばよかったよ。うん。ベッキーさん、のんちゃんのペット犬。ペット猫ちゃんもワンちゃんも飼ってるね。両方とも飼ってるよ。ベッキーさん、ゴールデンかハスキー欲しい。俺犬あんまり好きじゃないんだよな。犬可愛いんだけど。3個プレゼントしました。犬可愛いんだけどさ、奥様さん、苦手なんだよね。キムタクさんも演技上手よね。あ、キムタク上手いね、演技ね。ベッキーさん、まあ猫派だけど。うーん、猫の方がいいな。犬はなんかベッキーさん、やりながら欲しい、ついてきます、大好きっす、ご主人様、ベッキーさん、ご飯美味しいっすね、めっちゃ美味しいっすね、散歩楽しいっす、めっちゃいいっすね、みたいなあの感じがちょっとご主人様本当ついてきますよ、一生ついてきますよ、みたいな木下藤吉郎かお前はっていうあれが嫌なんだよね。あれがすごい苦手。ベッキーさん、重い、重い犬のあの感じが重い。なんかこう一緒にのほほんとしたいけど圧がすごいじゃん。もう奥様さん、 www わかる、これ犬の楽しいっすねみたいな。ベッキーさん、重いし、そうそう、テンション高いし、尻尾めっちゃ振るし、うん、いやもう大好きっすよみたいな。モイストさん、ヒカルくんの喋り方 W、 ご主人様大好きっすよ、もう最高っすよみたいな、あのよいしょされてる感じがすげえ嫌なんだよね。犬苦手だわ。可愛いんだけどね。ベッキーさん、他の犬触ってる時の顔すごい。うん。すごいよね。こんな顔してるもんね。なんすか、僕のこと嫌いなんすか、なんで他の犬触ってんすか、え、もう僕いらないすかみたいなねうぜえこんなんなってもいいっすよ、もうもういいっすよ限界ですよみたいな。ベッキーさん、チラ見すごい。
やだよね。猫がいいね。ベッキーさん、お散歩大変だしな。まあでも犬はね、人類最初の人類のパートナーだからね。延長するんで相手もお願いします。あの、人類初のパートナーですから。ベッキーさん、グセありがとう。ここプレゼントしました。ありがとう。奥様さん、お散歩大変よ。飼ってるけど、カータマかい。でもね、運動不足にはならないからね、飼い主さんがね、一緒にお散歩できるから、そこはいいかもしんないよね。いい風習というか、いい、あのね、一緒に散歩するっていうね、運動不足にならない、人間の方も。ベッキーさん、いつもの BGM ないね。そういえば携帯配信なかんね。携帯配信の時は BGM はないっすね。パソコンだと音は作れるけど。奥様さん、怖い話がある。犬の散歩で公園に来ました。小さい子、知らない子が近寄ってきました。ベッキーさんからの。奥様さん、その小さい子が犬の名前と私の名前を知っていたのよ。で、犬をなでなでして、飼ったってどこかに行っちゃったのよ。僕ダメ人間さんよ、はどう。怖っ。
ーさん、おお。なんだろうね。なんだろうね。ミステリーだね。ベッキーさん、田舎はよくあるけど。東京じゃないだろうね。すごいな、それは。ゾワッとするね。何なんだろう。ベッキーさん、怖い話する。怖い話あんの。イカキャスティックさん、カメラ近いぞ。怖い話あったら聞いてみたいかな。あるの、ベッキー。今のは良かったね。なんか意外なところから来たね。ベッキーさん、いっぱいあるけどベッキーも怖い。イカキャスティックさん、おねアップを見せるなって。イカキャスティックさん、まぬけ。キャスティックさん、80人しか来て名刺わらわらわら。奥様さん、全く知らない小さい子でした。最初は犬を触りに来たのよって犬の名前を呼び、久しぶりとか言って、その後私の名前を呼び、またねーで立ったって感じよ。ミステリーよ。ミステリーだね。どっから来たんだろうね。ベッキーさん、世にも奇妙な物語だね。まあ続編がありそうな感じだよね。まだまだ続きがありそうだな、その話は。フグセンさん、和道も実は存在しなかったケンちゃんの話だれ。いや、俺もケンちゃんの話しようかどうか今迷ってたんだけど、あれだから、いや、だから俺はケンちゃんの話をかぶって、やっぱパラレルワールド説。ベッキーさん、ケンちゃん。いや、俺がよくニコ生からずっと話してるケンちゃんっていう話があるんだけど、どうなんだろうね。まあいいんだよ、不思議なことは不思議なまま取っておくのがいいんだよ。ベッキーさん、気になる。うん。あ、バカジョコありがとう。もう時間ないから次枠行くわ。一旦次枠で。
ありがとうね、ベッキー。奥様さん、ちょっと待ってって言葉かけたけど、どっか行っちゃったよ。その小さい子ね。